ハーバーハウスレストランからマリーナを見下ろす。ホノコハウ港はアメリカ合衆国ハワイ州ハワイ島コナ地区にある港で主にマリーナとして使われている。ハワイ島にはヒロとカワイハイに港があるが、コナ地区にはいい港がない。カイルアコナ港はただ小さな桟橋があるだけで、昔も今も大型船は沖合に停泊して、テンダーボートで人や荷物を桟橋へ運んでいる。1960年代前半にカイルアコナの北郊外のホノコハウに420隻の小型船を収容するマリーナを含む港を作る計画が進み、1965年にこの計画が承認され、1968年からアメリカ陸軍工兵隊による建設が始まった。この場所は溶岩海岸で多くの爆破材料が必要で、運搬船からヘリコプターで爆破資材が運ばれた。港建設は1970年に完成している。港管理は1990年にハワイ州デパートメント・オブ・トランスポーテーションからデパートメント・オブ・ランド&ナチュラル・リソーシズのディビジョン・オブ・ボーティング&オーシャン・レクレーションへ移管された。港の施設は小型船を置くマリーナが中心で、現在小型ボートが260隻係留されていて、ボートランプ2カ所、修理施設などがある。付属施設として、駐車場、公共トイレ、マリーナを見下ろすレストラン、ハーバーハウス、その他ブティークなどがある。ドライドック及び他のドックサイドのサービスは、Gentry's Kona Marinaが他社と協力して行っている。ハワイ島コナ地区の観光客が海釣り、イルカスイムツアー、クジラ観察クルーズ、マンタナイトツアーに海洋へ出る際はいずれもこの港を利用する。ハワイ州道19号線で北へ、コナ国際空港の手前のケイオレイッコパークウェイの交差点でマカイにある。また、カロコホノコハウ国立歴史公園の南出口を出ると、この港の駐車場である。ホノコハウ港から海へ出る際に、右側はカロホノコハウ国立公園内の一番南側にある平野になっており、もし現在こうした計画がなされたら、許可されなかっただろうという人たちもいる。また、この港を拡張するための環境調査も最近行われている。ホノコハウマリーナ&スモールボートハーバーイン、カイルアコナ、ハワイホノコハウハーバー観光ガイド、パシフィックオーシャンエンジニアズ、ヒストリーオブザ、U.S. Army Corps of Engineers in the Pacific 1905から1980 by Erwin N. Thompson P253 Gentry's Kona Marina ハットフィナール Environmental Assessment for Boat Park Expansion at Honokohau Harbor ハワイ。ありがとうございます。